はい、今回はですね、ちょっと曖昧かもしれないんですが、チート級のね、強さを秘めてると思われる超人をちょっと紹介していこうかなと思います。よくよく考えれば、筋肉マンで登場しているキャラクターって意外にそういった力を秘めている、性能を秘めているあの超人が多いのかもしれないですけどね、今回その一部ですね。はい、でこれね、自分超人として紹介しようか技として紹介しようか迷ったんですけどね、今回ちょっとね、超人別でちょっとね紹介していこうかなと思います。はい、まず一人目なんですけれども、悪魔将軍ですね。これ黄金のマスク編の幽霊超人バージョンで今回紹介します。はい、これに関してはね、やっぱゆで卵先生もね、どうやって倒すんだってことを悩まれてたみたいなんで、まあそれほど強かったってことなんでしょうね。まあ子供心にね、この悪魔将軍を見てた時は本当強すぎだろうとは思いましたね。うん、まずどの点かっていうと、体が実体がこの時なかったんで痛みがないんですよね。しかもその技もほとんど効かなくて、まあ、効き目がある場合もあるんですけどね、例えばスグルが必要に膝を攻撃することによって膝が曲がらなくなったっていう時はあったんですけど、それすらもやっぱりヨガポーズで直してしまうっていうことをしてしまってたんで、あとなんといってもえぐいなと思ったのが高度調節機能ですかね。はい、まあ、これによってダイヤモンドパワーでね、防御面もアップして攻撃力もアップっていうこともできますし、あとスネークボディも厄介ですよね。あれによってほとんどの技を回避してしまうっていうことがあったんで、それでいてレスラーとしてもデタラメな強さだったんでね、どうやって倒すんだ確かに思いますよね。はい、ちなみに実体を取り戻してもやっぱりね、圧倒的な強さであることは変わりなかったですね。はい、でそんな悪魔超人ですが、例えばですね、幽霊超人の場合やったら、頭が弱点っていうのは確かにあったんですよ。だから頭潰せば倒せるんですよ。ただ潰せればねっていうことなんだよね。これにはもうスグル早い、もう当初からね、頭を攻撃するっていうのは決めていたんですよね、筋肉ドライバーで。ただ結局は力、自分の力だけではなくて、バッファローマンがですね、悪魔将軍の体になり変わることによって身動きを取れなくして、そこでやっと決めれたっていう感じだったんで、まあ頭を狙う作戦っていうのは非常に難しいのかなっていうのは思いました。で、次2人目なんですけれども、まあこの特集をするにはやっぱり挙げておかなくちゃいけない超人ですよね。それがザマンですね。はい、まあこれを挙げておかなくちゃいけないでしょう。どの点かって言っても、まあなんつっても神様なんですよね、元。だから強いのは当たり前で、でまあ具体的にどういう強さかっていうのは、スグルの言葉を借りればね、まあ、一人一人のパーフェクトオリジンを超える能力を有していると言っても差し支えないだろうってことを言ってたんでね、まあその説明を聞いただけでもとんでもない強さかなってのは思いましたね。ただし、まあ現実その悪魔将軍に敗れてるんですよね。でじゃあ何が決め手かっていうと、要はその今まで否定し続けていた未知なる力ですよね。悪魔将軍でいうロンズデライトパワーですよね。あとまあおそらく対抗できるパワーといえば、スグルのカジバのクソ力などがあるかなとは思うんですよ。こういったパワーを駆使すればワンチャンありっていったところでしょうかね。はい、で、次結構ねチートと言われると結構挙げられる方も多いんじゃないかと思うんですが、それがペンタゴンですね。はい、どの点がやばいかっていうと、これはその相手の動きを止めてしまうストップザタイムっていう技持ってるんですよ。あとですね、その相手と体勢を入れ替えるクロノスチェンジでほとんどの技を回避できるんですよね。ただあのクロノスチェンジをするときはね、手でね星のマークをいじったりしてるんで、手を決められちゃうとちょっと厳しいかもしれないですけどね。ただこの2つを駆使してね、使えばほとんどの敵倒せるんじゃないかっていうのはちょっと思いましたね。ちなみにあのラージナンバーズの弱地戦を見る限りは、戦闘力もそれなりに高くなってるのかなっていうのは思いました。ただしですね、やっぱそのペンタゴンに関しては、その敵を一撃で沈めるような強力な技があるわけではないですよね。うん、手数は多いかもしれないですけど、あとは攻撃力自体もそんなに高くないイメージなので、勝つとしても長期戦になってしまうのかなっていうのは思いました。
で、次なんですけど、次がですね、まあ、ミスター VTR、 これもちょっとペンタゴンと同じようなあのチートっぽさがありますね。はい、どの点かっていうと、まずアクションストップで敵の動きを止めることができます。これはあのペンタゴンのストップザタイムとほぼ同じ技なのかなと思います。やっぱ時を止めるっていうこと自体がチートですよね。はい、ちなみにですね、実際これミスター VTR 使ったんですが、スグルの動きを止めたんですよね。でも無抵抗のものをいじめても面白くないわと言って解除してしまったんですよ。まあ、あのミスター VTR 自体は超えてはいけない一線っていうのは知ってたのかなっていうのはちょっと思いましたけどね。はい、あとはですね、これもえぐいんですが、カメラレンズズームアウトで敵の大きさも小さくすることができますね。これね、あの反射して自分自身も食らってましたけどね。はい、でしかもですね、これがやばいんですけど、状況予想装置の、ね、編集機能でですね、都合の悪い未来をも変えてしまうんですよね。これによって本来であれば、ミキサー大帝というのはスグルの筋肉ドライバーで破れていたんですけど、その未来をカットしてしまったんでね、この機能を使って、そのためにスグルが敗北してしまったんですよね。まあとんでもない技持ってますよね、このミスター VTR っていうのは。だからこういった技をもしも同時に使えれば、例えばですね、動きを止めた上で小さくしてしまえば踏み潰して終わりなんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。はい、まあ、ただし、なんて言ったらいいんでしょうかね、あくまでこれもイメージなんですが、お世辞にもレスラーとして強いとは言えないかなっていうことでしたね。最後はなんか懐かしのネオ筋肉バスターをね、決められて超人考察系でやられてましたね。はい、で、次なんですが、次がですね、筋肉マンスグルですね。まあ当たり前っちゃ当たり前だろうって、主人公勝たないと、ね、話にならんだろうっていうことはあるかもしれないんですけどね。まあ主人公補正ってやつですね。ただね、そのスグルの持ってるカジマのクソ力、これがもうほんとチートですよね。カジマのクソ力自体は他の筋肉族も使えるんですが、まあやっぱりその主人公ってこともあるせいかね、筋肉マンの使うね、カジマのクソ力ってなんか規模が違うんですよね。引き出す力もなんかその大きいかなと思うし、やれることもね、とんでもない、全員生き返らしたりとかね、あれ本当にあったことになってるのかなかったことになってるのか分かんないんですけど、まあ全員を引き返らせてるから、とんでもない奇跡を起こすわけなんですよね。はい、まあただね、やっぱその主人公であるがゆえに、時にはね、とんでもないハンデを負わされることがあるんですよね、やっぱ調整するために。まあ例えば大井争奪編ではカジバのクソ力を取られてしまったりとか、あとまあちょっとこれは違うかもしれないんだけど、究極の超人タック編ではいろいろやられてましたよね。はい、あの骨を抜かれたりとかなんかあの雲みたいなのくっつけられたりとかしてたんですけどね。はい、で次なんですけれども、ちょっとね、今まで紹介した超人の中ではですね、ちょっとインパクト弱いかもしれないんですけど、そのジオメガマンですね、ディクシアの方です、今回は。はい、ディクシア弟ですね。これは何がチートかなと思ったのは、やっぱその変身メタモルフォーゼですよね。オメガメタモルフォーゼがちょっとね、使いようによってはチートになるんじゃないかっていうことで今回、入れました。っていうのもですね、見ることさえできればあらゆるものに変身できてしまうんですよね。しかもですね、その外界の風景のものだけではなくて、人が頭に思い浮かべるイメージにも反応することができるっていう、とんでもない機能ですね。はい、それによってですね、スグルが苦手と思っていたですね、カメハメに変身することができてたんですよね。ちょっとこれね、あんまりここではどうこう言うつもりないけど、ちょっと横島な、ね、想像もしてしまったんですけれども、はい、ただしですね、まあ、視覚を遮られてしまうと、オメガメタモルフォーゼっていうのはね、使えなくなってしまうんで、だからそこがちょっと欠点かなっていうのは思いましたね。ただやっぱりね、その8600万パワーを有してね、まあ、オメガの神の中でもね、希望とね思われてたぐらいなんで、力もそれなりにあると思うんで、それプラスオメガメタモルフォーゼをうまいこと使えばね、そんなにね敗北することはないのかなとは思いましたけどね。まああっけなくやられましたけど、原作では。はい、で次、最後なんですけども、まあちょっとこれね、おまけですね。ちょっと単純にね、こいつの話がしたかっただけなんですけど、ステカセキングですね。はい、でどこがチートなんだよと思うかもしれないんですけど、よくよく考えれば、ステカセキングはね、超人大全集さえのカセットさえあればですね、どんな超人にも変身できるんですよね。はい、でしかもですね、筋肉族三大奥義、マッスルインフェルノ
とかですね、それをそんな技もですね再現できてしまうんですよ。威力は知りません威力は分かんないんだけどね。でただしですね、まあ、この辺ツッコミが多いんですけれども、変身した超人のね本当の強さまでは表現できてないみたいですね。あとあの学研の図鑑でも書かれていたんですが、あの再生時間が少ないんですよ。なんで頻繁にカセットを変える必要があるみたいなんです。だからそのためですね、ここぞという時にはですねカセットの選択ミスもねあるっていうことなんですよね。実際スグル戦ではねダメ超人時代の筋肉マンにね変身してしまってましたもんね。でまあ個人的にはねすごいね好きなシーンではあるんですが、ターボメン戦でもあえてねウォーズマンに変身して戦おうとしたっていうのは、あれは自分は好きなんだけど、ひょっとしたら別の選択肢で別のね超人にね変身できていればまだねワンチャンあったのかなっていうのはちょっと思っちゃったんですよね。はい。ね、まあ、今回紹介しないんですけど、チート級っていうとやっぱりね他にもジャスティスマンとか、あとマンモスマンとかっていう超人もね挙げられるんでね、またねこの特集に関してはもう少しね考えをね少しまとめたらね紹介していこうかなと思います。今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。